次は、パワブラなんですけども、パワブラはちょっと変形的にやっていきます。パワブラね。リメイクということで、今回は、デッキを作りたいと思っています。今までちょっと、土地が空いてた、スペースが空いてただけの空間だったんですけど、もっと活用したいということで、庭でデッキの上でコミュニケーションを作る。次は、パワブラなんですけども、パワブラはちょっと変形的にやっていきます。パクラね、もう作っちゃった。ちょっとね、雨とか状態で、まあ、雨の中でも多少できることで、もうちょっと作っちゃいました。ああ、そっか。まあこのパクラもね、結構いろいろ作ってるから、まあ今回作っちゃって、作り方っていうのはそんな難しいわけじゃないんですけど、まあパクラの紹介だけ。まあ、ちょっとこんな形のパワグラもありますよということだけで、一応今回はいいんじゃないですか。パワフラという西洋的な、まあ、日本の場合はパワフラというよりは藤棚、まあ、藤棚の場合は丸太と竹 で植物を絡ませる、日差しを下げるため、夏場の、まあ、そういう形で、まあ、パワフラというのはもう西洋において建物との日差しみたいな空間的に、まあ、屋根がないやつですね。やっぱりそこに植物を絡ましたり、それで楽しむ、いろんな布をかけたり何々という形もできますし、まあ、演出的にプランターをかけたり引っ掛けたり、ハンキングをやったり、まあ、そういうことが演出ができるんで、まあ、アクセント的な感じにもなりますし、まあ空間的にこう抑えるということでも非常に効果的だし、
まあ場所によってね、独立感じでこうやるっていうのがまた面白いかなって感じしますよね。庭の隅とかこういう角なんかでパグラをやるときは保護者は結構使う。で、何故かというと四角くすると柱がとにかく真ん中こういうところに立っちゃうじゃないですか。だから三角ということは端柱で済んじゃうわけですよね。で、空間がうまくそこ使えるという利点があるんで、まあこういう空間で全部ここまで庇を作るパーゴラを作るならあれですけど、そんなに空間を抑えてもしょうがないという部分では、こういう形で家の方に対して広がりを持つパーゴラの方がアクセントにもなるし、山に空間を広々と使えるということは利点かもしれないです。はい、まあとにかく三角形柱をね、そうデッキともう一体になる。だからこれの柱自体が同じ寸法じゃなくても、距離感じゃなくても、直角三角形でも太辺三角形でもいいわけです。それで一応柱同士の天板を全部針で連結しちゃって、であとはもう一番角の柱から全部同じ寸法の、まあこれは 2x4 ですけど、これは6キートかな、同じ距離でこう振り分けて止めていけば必然的に放射状に円になるわけですね。まあそういう結構簡単。それだけです。だから角を落とすということによって、ちょっとだから角の先端のデザインはまちまち、まあこれはもうちょっと午前やって角を落としたんです。あんまり四角くてそのまんまっつうよりはちょっと空間的に広がりが出ると思います。ああいうやって水苔で丸めて、ああいうポイントで柱にハンギングをやると、また随分また違ってくる。で、上に取り付けたりぶら下げたり風鈴を何々とか、いろいろ演出が、お客様が外での都外の遊びが結構できるんじゃないかな。で、一応ですね、ここも今実際にはもう一台車が入るんで、だけどそれをそのまま今の既存の駐車場で同じようにコンクリート打っちゃったら、もうちょっとこっちとのつながりであまりにももったいないかなと。だから車入れるのにも一応タイヤ幅だけ一応入れて、でそれで置いてもらおうかな。これはもう車入れられます。だけど出した時にやっぱりこっちの延長で庭からデッキっつう感じの流れの方がいいんで、一応植物もここに残した形で全部ベタ打ちで全部コンクリートを打たなかったです。
砂利を入れて、まあ、これも包装シートを引いて砂利を引いておりますから、まあ、草は完璧もう生えないようにやばいいたします。やっぱしね、デッキはデッキでやっぱしデッキが降りた直後のこの雰囲気っていうのが一番大事なんで、こんな感じですかね。そうですね、ほとんどもう生えないんじゃないですかね。あのパーゴラをもうちょっと詳しく作業風景を皆さんに見せたかったんですけど、まあ梅雨ということとその時間的なものもあれがあったんで、今回はもうすでに作ったことだけ形だけをご紹介いたします。そうですね、パーゴラはまたお客さんの要望があればまた作ります。また変わったちょっとパーゴラとか変形的なものとかそういうのを皆さんにお伝えできると思います。で一応裏の庭はデッキの部分はこれで終了で、今度は表を道路側の方のスペースをちょっと整備しなきゃいけないんで、今度はそっちの方に取り掛かります。